大東亜団ぶっ潰せ。ヤクザの看板上げてのしのぎは今じゃ啓発にパクられる時代です。間違いないな。天道会の兵道だ。変な連中がうろついてるしよ、防犯条例もすり抜けてんだろ。あれなんかどうだっていいんだよ。俺たちはヤクザじゃねえんだから。兵道の兄が10日も連絡ないなんて。大東亜団の連中と揉めてたんですよ。いつ天道会潰しにかかるんだよ。俺たちがやんなくてもそのうち自滅するんじゃねえのか。大東亜団との喧嘩に勝てば利権はこっちに傾くはず。こんな時代にヤクザやってても意味がねえんだよ。てめえ、天道会を大東亜団にぶつける。なめんなよヤクザ。不幸な事件が起きるたびに傍観者だったけどよ、自分の身に降りかかるとたまんねえな。この命に代えても必ず連れて帰ってきます。6代目として俺で踏みとどまらせた。俺たち兄弟だろ。なんで組の掟の方が大事なんだ。青井に手をかけたのは場所だ。あんたは私様を騙して利用してただけ。嘘はってんの。自分で決めるもんじゃねえんだぞ。ヤクザってのは多少不器用な方がかっこいいんだよ。ほんと古臭い人間だよな、わしよ。